孫吉は、日本棋院東京本院所属の囲碁騎士。七段。萩原厚七段門下。神奈川県横浜市出身。主な実績に第44期新人王戦優勝、第44期名人戦リーグ入りなど。2010年、陰性序列1位で臨んだ、日本棋院の当期騎士採用試験で、2位に孫を含む3人が10勝5敗で、並び、 陰性序列上位者優先の規定により、プロ入りとなる。2011年3月、日中精鋭対抗戦で、小野栄初段、超党三段らを破る。結果は4勝4敗。4月1日入団。2012年1月1日、二段。10月28日、非公式棋戦の中野杯有通霊選手権で、準優勝。2013年9月16日、 第39期補正戦で本戦入り。2014年2月7日、3弾、2015年12月4日、4弾、2017年1月1日、5弾、2017年10月2日、第42期新人王戦で準優勝。2018年1月1日、6弾、2018年11月8日、第44期名人戦最終予選を制し。 自身初の三大期戦リーグ入りを果たす。これにより、翌9日付で七段昇段。同年12月から翌2019年8月にかけて行われた名人戦リーグでは2勝6敗の8位タイでリーグ陥落。同2019年10月7日、第44期新人王戦決勝戦で小池義弘四段を2勝0敗で下し優勝。自身初タイトルを手にする。 ありがとうございます。